はい、どうぞお立ちください。 Please stand up. よ深い淵からは橋はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし次に目を止められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝りまことに、夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ主を待って、主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。やがて来られる方は弓を持って国々を治められた勝利から勝利へ、
も聞こえてきた。賛美が満ち溢れた。時が動き始めた。扉が開かれた。始まったリバイバル。始まったリバイバル。世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル。始まったリバイバル。あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。始まったリバイバル。始まったリバイバル。あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。神様に会う時が近づいてる。目を覚まして備えよう。神様に会う時が近づいてる。目を覚まして備えよう。御霊に満たされ賜物を持ち、主が言われたこと忠実に。神様に会う時まで会うと顔合わせ、会う時まで備えよ。御霊に満たされ賜物を持ち、主が言われたこと忠実に。神様に会うと日まで顔と顔を合わせ、会うと私の語る言葉にとどまり、私がっているならば、あなたは私の技を見、私の働きの展開を見、また勝利の技に預かる投資を見ます。この一つ一つ主がこの語ら教会に語られた吟味された予言のこの成就というのは、この大切にし、また丁寧に対応していきなさいと主が言われます。特に年数をかけて成就してきたロシア系ユダヤ人の方々との関わりというのは非常に重要なポイントがあると主が言われます。さらに私の計画というのは一歩一歩開かれていると主が言われます。今の時点で見えないことも次の時点では見え始めるとおっしゃいます。特にこの世界に散りばめられているこのユダヤ人コミュニティの方々との関わりというのは、この21世紀必ず開かれてくるとおっしゃいます。さらに信仰な大胆な歩みをなし、大胆に告白をなしてください。このユダヤ人大イスラエル伝道というのは東京都教会において中心的な飯であり、またこの飯の全うのためにさまざまな必要な情報をこれから特にニューヨーク教会のこのリサーチを通して与えようとしております。憩いの水
水のほとり賛美の声が満ちあふれ感謝の歌を持って皆を褒め歌います悲しみも苦しみも全てが祝福に変わったあなたの涙は全て喜びの歌となる飛行機の水のほとり賛美の声が満ちた Please sit down. We're going to have the time of the Holy Communion. By the Holy Communion, we proclaim the death of Jesus.この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じ洗礼を受けられた方また望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしておりますまたインターネットで礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じ洗礼を受けられた方々望んでおられる方々もぜひこの式に加わってくださいまたインターネットの方々はご自分でパンとブドウジュースを用意して参加してください、お祈りをいたします天の様このパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福しまたインターネットの方々のパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福してくださいまた人々のうちに恩かどんちの恵みを出してくださいイエス様の名前によってお祈りいたしますアメンそれではしばらくの間共にお祈りしたいと思いますもし心に罪がありましたらそれを神様に告白をしてください今夜の祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福しのちくるを先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体です。Let us partake the body of Christ.イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されています。それではお願いします。天の様、この聖餐の御名ありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を申したいというふうに思います。Thank you.
愛する天のお父様、あなたは私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることをこれから感謝いたします。今私たちは御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。また今日捧げになったお一人一人の上に、主の豊かな霊的な祝福、また実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン、アメン。それでは聖書を開いてください。詩編の105編、19節ですね。私の聖書は1012ページ、お読みいたします。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思うんですが、ちょっと興味深いことが起こったので、まずそれから、高田君と山川牧師がですね、ちょっと行ってきたんですね。山川とパスタ久保田、夏みんなで、ね、デイキャンプ、つきましては1万5000円とかなんか出てきたんですね。デイキャンプ、まあ、来るときにもう何とも言えないですね、圧巻を感じたわけですけどもね。それで私ね、こう言ったら嫌な顔してね、天貝さんに聞いてくださいと。Ask Pastor Amagai. なければ出しませんって言ったんですね。だから、こちらが献金するにしてもお金がないからね、朝言ってくれればちょっと違ったかもしれないけどって言ったんですね。そしたら、I said we don't have money, and they went to Pastor Amagai, and Pastor Amagai said there is no money. 私のところ来たのですね。And they came.To me, same. そしたらね、天貝さんが私のところに来て、And Pastor Amagai came to me. そこの数分後に。And after a few minutes, Pastor Amagai came to me and said that there is an offering for you. And there was some offering which I did not expect. そうすると、10分の2ぐらいすると、ちょうどのお金なんですよね。And it was exactly the amount of the money that they needed, that we needed, they needed. So I thought it was God's will. So reluctantly, I gave them money to them. And one thing I And to me, it was God speaking to me. Let's praise the Lord. それで、1分動画ができてますので、And there's a one-minute movie, so...皆さん、こんにちは。今回のテーマは、洗礼です。洗礼は、聖餐式とともに、教会の重要なサクラメントの一つです。洗礼は水に浸す、沈めるという意味のギリシャ語バプティゾーの名詞形であるバプテスマに由来していて、霊的にキリストと一体化されることによって
古い自己の罪がキリストの十字架の死とともに滅ぼされて死んだこと、そしてキリストが死者の中からよみがえられたように新しい命を与えられた自分がキリストと共によみがえったことを象徴する儀式です。わかりやすく言うと、洗礼を受けることはキリストと一つになることによってキリストの死と復活に預かる、つまりキリストが十字架に死んで復活されたように古い自分に死んで新しい歩みをすることを象徴する儀式なのです。洗礼の方法としては、体を水に浸す神霊、頭に手で水滴をつける滴霊などがあり、洗礼を受けることを受洗と言います。洗礼を受けられるのはイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を持つ人です。洗礼はイエス・キリストが自ら受けて模範を示され、大宣教命令で命じられ、初代教会において忠実に受け継がれてきた重要な儀式で、世の終わりまで教会が守り行うようにと主が定められた名典です。それではまた。はい、どうもありがとうございます。洗礼っていうのは教会の、重要なサクラメントの一つなんですね。まあ、サクラメントっていうのは、洗礼と聖餐なんですけど、非常に重要な意味を持っています。もちろん私たちはイエス様の十字架を信じれば救われるわけで、洗礼は福音には入っていないんですが、特別な霊的な意味合いがあるということを、ね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにね、まあ、神様がそれを命令されておられますので、私は洗礼を信じた方々は受ける必要があると、こう思いますし、また同時に洗礼を受けることによってね、はっきりと私はクリスチャンであるということの表明が実際的になされるというね、そういう形になるんですよね。ですから洗礼は重要な意味合いがあるというふうにね、覚えていただきたいと思います。それで心ゴスペルが8月12日に行われます。今週の金曜日ですね、7時から、まあ、会場に入れるのは6時半からで、ロビーとかなんかはね、もっと全然早く前に入れますけども、どうぞいろんな方々を、ね、連れていらっしゃっていただいて、bring your friends and acquaintances to the concert. そしてこれはただのコンサートではないんですよね。merely a concert. でどういう意味合いを持っているのかって言えば、主の導きによって始まったコンサートで、賛美の働きに関してはね、主が特別なことを私たちに語っておられます。で、私たちが賛美を始めた時に、まあ、最初アメリカに行ってね、そして、ワッツポの賛美変えなさいってこう言われたんですね。そして、ある日突然ワッツポの賛美に変えるという、たまたまその時に初め君のお父さんの漆島さんから電話がかかって、初めて教会に来るんですね。そしてね、教会に行きたいんですけどって言ったので、私思わず言っちゃったんですね。そんなこと言うことはないんですけどね、ぜひ来てくださいってね、明日から賛美が変わりますって言ってね、そしたら来られるんですね。そこからワーシップ賛美ですね。そしたら漆島牧師は言ってたんですね、なんて下手な賛美だ。漆島 said そう思われたんですね。そして、私たちが、開戦を始めたんですね。でその時に海外宣教をする時にクルセードをするわけですよね。でクルセードっていうのは形として賛美で人を集めるんですね。そして証で人が減り、説教でもっと人が減ると。しかし残った人たちの中で受け入れる人が救われていくんですね。そういうパターンなんですよね。ところがね、我々のクルセードは違ったんですね。それはフィリピンの方々がまず歌ってくださってうまいんですよ、ね、で人がいっぱい集めるんですね。うちの賛美グループは立つでしょう。人はねさあと弾いていくんですよ、ね、今テレビ大会やってますよね。そしてね、聞きながら思うんですね、みんなうまい。あれはね、間違いなく最下位ですよね。最下位ってじゃないんですね、気持ち悪いんですよね。
何とも言えずね、こんな感じですよね。あの橋本牧師も行かれましたよね、チームにね。多分知ってる方何人もいらっしゃると思いますね。こんな感じ、一つね、人がね、さーっといなくなる。そしてね、私は少なくともね、2回は来た全員がいなくなったと思いました。I think at least twice all the people who gathered together just went away. 実をね、神様見せてくださったのは素晴らしいと思うんですね。で、その中でね、主が言われたんですね。And in that, God spoke to us. 作曲の働きが始まると。He said, 賛美の働きが始まる。The work of って言葉を立てられたんですね。しかしね、それはまず言葉だけであって、実際的に作詞作曲の働きは始まっていませんでしたし、賛美の働きも始まっていませんでした。ところがね、ある時、ね、作詞作曲の働きはね、また不思議なタイミングですね、主が働くっていうのは、非常に驚きですね。I'm surprised by the timing of God. 来て、ワーシップしてった人がね、私に言ってたんですね。恵まれなかったって。言わなきゃいけないね。だって普通言わないでしょ、みたいな。恵まれなかった。恵まれたっていうのはいいけど、でも大体恵まれなかったってよかったですよって書いてるんですね。By the worship. で、恵まれなかったなんてね。で、行って帰ってきちゃったんですね。Seldom happens that だからその時ですよね。恵まれなかったって言った瞬間に主が言われたんですね。はい。今、これから作詞作曲の働きを始めなさい。今が start the work of making new songs. それで宣言したんですね。準曲I proclaimed. 覚えてる方いらっしゃると思う。覚えてる。Some of you remember. いらっしゃるでしょ。で、その時言ったんですよね。今、作詞作曲を始めて本を作るというふうに言われたのでやります。Songbook. 私たちには力がありません。We don't have power. そしてね、能力もありません。だから、へのへのもへじを書く。白紙白紙になっちゃうから、そこにへのへのもへじ。でも、行きますって言ってね、皆さん始まったんですね。で、その時をちょっとね、感じますよね。主の手のすごさ。で、今見るとね、すごい曲が集まるでしょ。で、今、4種の募集をやってますけどね。山川健ちゃんに聞いたらね、30曲パスタ、ケンジ山川パスタ、皆さんね、最後の2日で500曲とかやらないでください。いやね、困るんですよ。だって去年何曲でしたっけ、600曲ぐらいですよね。600曲でしょ。でね、私はね、減るとは思ってないんです。そうしますね、大変なことはね、皆さんね、人を殺しますよ。It's going to kill a person. だって山川健ちゃんね、最後整理しないといけないんだから、ね、そしてみんなに渡して私にも渡さないといけないんだから、ね、でその時にね、主の手のすごさ、それとともにね、白馬で賛美隊を建てますって言われた。And God said, I'm going to build up praise. 賛美隊、賛美隊なんて歌うのも出てきちゃって。Praise band. どういうことなの？ In Hakuba camp. そこから特別なね、働きがあって。And the special work of God began at that moment. And also at the Sinai, Mount Sinai. I really clearly remember. 我々が賛美をしてるでしょ？回数賛美。And we were singing songs. で特に前人もいるわけですね。でその賛美を外で聞いていたヨーロッパ人が泣き始めた。Some Europeans were listening to us and began to cry. で私はね、賛美においてはね、特別な主の手があるっていうことを。で賛美はこのリバイバルの大きなポイントとして主が用いるとともに、それだけではなく、霊的な意味で多くの人たちに癒しを与え、救いを与え、解放を与えるポイントがあるということをね、感じるんですね。そしてね、賛美集会を始めたんです。そして賛美集会を始めたらね、今度は人が来ない。Concert, 来ないんですよね。And, 見事に来ない。Nobody gathered together. 賛美集会で Nobody came to the concert. 私とね、誰かのお父さんが。There was me and somebody's father of somebody.
ね、そしてなんかやってる人がね、やっぱり大変な時代だと思ったんでしょうね。言ってるんですよね。出演したグループはすぐ客席に行ってください。And somebody announced. 客席に人がいないんだから。The group which sang on the stage, please come to the seat. Please sit in the seat. But God told us to do it. そうしましたらね、でうまいグループはねいないでしょ。ラスポーザぐらい。There was no good singers except ラスポーザ。でもね。どん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 うまいグループも出てきましたね。だって最初言われたもん。ラスポーザは別格にしたんです。More and more good groups それにかなわない他のチームは、ね。だからこれは別格にしないといけないと。でそれことは。ラスポーザは理由は何かというとね。Especially good. 強いチームって弱いチームばっかりやるとね、全体が弱くなる。Another groups cannot beat them. 強くならない。ね。そしたら皆さんね、どんどん強いチームはね、ラスポーザー格のチームがどんどん出てきましたよね。で、その中でね、主が言われてるんですね。この賛美の働きはね、リバイバルの大きな手となる。The praise and worship is a great point of the revival. 救いが起こったり、まさにそういうことが始まってるなって。And the works of revival, works of そしてね、コンサートにおいてはね、Praise and worship stopped the persons who were about to commit a suicide. I don't think it's difficult to gather tens of thousands of people. そしてこのコンサートが一体どうなるんだろうと思った時の方が厳しかった。そして、ね、皆さんね、主の手のあることなので。And there is a God's hand on the work of the praise and worship. And you are going to see a greater works. Please come to this special event. Please bring many people. Please come. And please come.リバイバルに至る過程の中で神様の特別な技を見ていくと、ね、覚えておいてください。それでね、神様の技ってちゃんと見てもらえるよくわからないです。で神様ってね、皆さんに愛を示してくださったいろんな手を覚えてもらうんですね。それをね、わからないということもないよ。目がつぶっているということもないよ、ね、そして、ね、目を開いて、ね、その目を開いてください。そして映像があります、ね、and know what God's doing. こういうふうに思います。 And we have a short movie. Let's take a look.
はい、どうもありがとうございました。ゴスペルシードはね、面白いコスチュームで。ゴスペルシードは、ね、wearing a Japanese kimono。この方は和服ですか？違いますね。ということなので、They are not wearing the Japanese kimono this time. 一つ一つの家庭の中でね、起こってくるっていうことは、賛美で素晴らしく神様が触れられるだけではなくてね、主の手がこういろいろ見えてくるんですよね。その時に、team. 特別な祝福と恵みをね、中で感じるということは、ね、素晴らしいことですので、grace and blessings. どうぞ皆さんにいただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、and also, イスラエルチームが、Israel team will be sent.10月の30日かな October 31st 31日から through 11月の12日の予定で行きます。で、これは どなたでも行くことが Anybody? 行きになります。 can, それと、サルジュカに関しては特別な、チームです。それはなぜかというと、これは年度の初めにイスラエルに行きなさいって言われていて、年度をここからスタートするんですね。それとともにですね、各イスラエルチームってのは特別な祝福が起こってくるんですね。例えばね、数年前は62名の奇跡、皆さんこれ奇跡体験した人、ね、忘れないでみんな、ね、あそこ全く不可能な中で大躍進したでしょ、62名。もう感激しますよね、感謝したいと。それとともにね、ロシア系ユダヤ人、the Russian Jews、このところ立て続けに奇跡が起こってきたでしょう。そしてとうとうロシア系ユダヤ人の教会に行き、で皆さん協力関係が始まってるんですね。We began the connection with the Russian Jews. And it is a fulfillment of the prophecy which was spoken 30 years ago. このチームで特別なことがね、次々と起こっております。And the various special things are happening.In this team. 聖書を見るとね、導きが分かんないっていう方がいらっしゃいますが、あ、行きたいなと、行かなければいけないんじゃないかなと思った人、あ、みんな導きです。Thought, ね、なぜ私そういうのかというと、思いの中に願いを与えてくださるって言ってます。何の願いもない人、God's willing. で、そう言ってるんですよ、願いを与えてくださる。And God gives us desire in the Philippines.でその時はね、皆さんね、引いていくのはね、いいですか？ちゃんと前かがみで祈ってください。ね、皆さんね、その時奇跡が起こるんです。Go forward。で、御心の時にはね。だから皆さんの中でね、行きたいんだけど今は不可能だなと思う方で、何か、ね、that, 4、5人だと思います。You'd like to go, but you think it's impossible. そういう方々はちょっと言ってください。Please pray, continue to pray and go. Miracle is going to happen. 私だってね、その久保田君の奇跡言ったんだから。今ね、久保田君が哀れな顔をして私のそばに来て、ダメになりました。まあ、そうでしょう、そうでしょうっていうね、感じだって、ね、残念だなと思いましたけどね。そしたらそこに来るんだから、そのタイミングで、ね。でやっぱり主の手を感じますよね。そしてね、そのビデオがあります。紹介ビデオはまだ作ってないので、この間のビデオがそのまま出てくるんですね。で、長い方と短い方があるんですけど、長い方になると20分ぐらいやってるので短い方のビデオ、それを通してね、ちょっとイスラエルチームに出ていただきたいと、こういうふうに思います。 Take a look at the shorter version of the Israel team. Thank you.
今年の6月の末にちょっと体調が悪くなって総合病院で検査を受けたところ、胃にがんがあることが分かりました。続くその他のさまざまなところの検査で、そのがんはすでに肝臓、リンパ節、脳にも転移していることが分かりました。それでもう手術はできないということで、3ヶ月、命はこの3ヶ月、そして遅くともこの長く持っても6ヶ月、3ヶ月から6ヶ月ということで、非常に厳しい状況であることが分かりました。医学では治らないけれども、神様は何一つ不可能なことはないとおっしゃってますので、神様には治すことができるという、そのことをやはりこれまた教会のメッセージを通してちょうどその頃語られていましたので、本当に神様に頼っていけばきっと治していただけるということを、その時すごくそれを支えに思っていました。そして神様の言葉を求めたんですね。第二列王記20章5節から、私はあなたを癒す、3日目にはあなたは主の宮に登るという言葉を与えられました。でも徹底して感謝と告白をし始めました。この与えられた御言葉に主の宮に登るというのがあったんですけれども、このことがイスラエルに来るということとは気がつかなかったんですね、最初。それで行きたいなと思って、その主の宮に登るというのが、これってエルサレムに登ることなんじゃないかって分かった後に検査の結果が発表されたんですが、その検査の結果でもうすでにこの脳と肝臓とリンパ節の転移が全部消えていて、他に何も転移がないということが明らかになったんですね。で、先生からは小さくなることはあっても消えることはないっておっしゃってたので、本当に神様がこう全部消してくださって、で残るはこの胃だけなんですけれども、これも言葉があるので必ず癒されるので、これならイスラエルに行けるんじゃないかと思って先生に聞いたら、先生はどうぞどうぞと、もう本当にすんなり承諾してくださって、ここ見てやったらいいの、
から来てどこへ行くの。私がわかる言葉を示してください。豊かに流れゆく場所へ立ってさあ行こう。光る揺らぎの空かかる虹、風をこの身に受けてあなたに委ね。朝はどこから来て、我ら汝に父と子と聖霊との御名によってバプテスモさん、私があなたの読みの中から光の中に雨役を歌うエリアです。我ら汝に父と子と聖霊との御名によってバプテスモさん、豊かに御手の様、あなたが永遠の命に与えてくださったことをありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。これは実は続きがあるんですよね。全部じゃないんですけどね、まあ、ただ時間がないので雰囲気を感じていただければ。それで、ちょっと、私にとって印象的な場面があって、オリーブ山の上でこう立ち上がったところがあるんですよね。であの時、隣に、ね、菅坊主夫妻がいたんです。だから菅坊主夫妻とそばにいたんですよね。
で、オリーブ山っていうのは特別な場所で、どう特別な場所かというと、そこにイエス様が再臨される場所ですよね。そして、クリスチャンもみんな一緒にいるというか、我々もそこにいるということですね。で、その時にちょっと感じるんですね。ヤコブがね、ベテルっていうところに行った時に、天使の上り下りしてはしごを見てね、ここは天国のもんだって言ったんですね。だから天国のもんなんでしょうね。天国を結してるところにしてるんですね。しかしね、よくよく考えてみてですね、イエス様はね、オリーブ山の上に再臨されるわけでしょ。そしてね、我々も一緒に来るわけで、その時天国に行ったんですね。ですから、オリーブ山の上も、私は勝手にね、So I think there's a gate of heaven in Jerusalem. で、そこで、ね、菅牧師は天に昇天されましたけどね、ちょうどその時にいたっていうのはね、特別 なんか考えをね、ちょっと感じるんですよね。それとともにね、ちょっと神様がこう言われた深い意味がね、ふわっと分かったんですね。もっと前に分かるべきだったんですが、ふわっと分かったんですね。それは何かっていうとね、イスラエルに年度の初めに行きなさいということで行くわ言ってるわけですけど、イスラエルからスタートしたんですね。At the beginning of each year. こういう意味で、ね、to start from Israel. でこの事柄に関して、まあ、私たちは霊的なイスラエルだからそうなんだろうな。We are spiritual Israel. もっと深い意味があるということを、ね、今日に気がついた。But it was 主は思いますね。いろいろ分からせてください。Special meaning.Makes me understand すみませんね、勝手にいろいろ手を叩いたりなんかして皆さんを起こしちゃって申し訳ないと、ね、こういうふうに思います。それで、エルサレムっていうのは私たちにとって特別なというのが聖書に書いてあるんですね。それはなぜ特別なのかっていうと、再臨するし、まあ、我々もあそこに降りてくるし、そしてこういうことがあるんですよね。何があるかというと、まあ、我々が死んだり敬虔されると天に行くわけですね。ところが再臨の時に共にイエス・キリストと共にエルサレムに下り、でここから千年王国になるんですね。で千年王国というのは天にあるわけじゃなくてエルサレムを中心として起こる国ですよね。そして千年王国が終わった時にこれは神の国になるんですが、そこに、天のエルサレムが降りてくるってことですね。 And after the Millennium Kingdom, そしてそこのエルサレムを中心にその天のエルサレムが存在するようになるんですね。 Will come down from heaven. で私たちはこの天のエルサレムに住むようになる。 And we are going to live in this heavenly Jerusalem.、ね、そしてね、そこで一つ大きなポイントがあるんですね。 And here's a special point. それはヘブル書に書いてあるんですが、 It's written in the Hebrews. ヘブル書の11章 Hebrews chapter 11.ヘブル書の11章の9節10節ですね。ここに書いてあります。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住む。まあ、我々もそうですね。日本は起流しているところで、起流者です。我々は同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。ですからね、この世においてはこれは仮の宿であって本当の住むところは違うぞっていう、そういう意味で天幕生活をしたこう書いてあるんですね。で次にこう書いてあるんですね。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのです。その都を設計し建設されたのは神です。つまり都を待ち望んでいたとこう書いてあるんですね。そして16節、しかし事実彼はさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのですとこう書いてあるんですね。そして天の故郷が都なんです。じゃあ皆さんね、その都がどこなのか、皆さんね、これ天のエルサレム。そして皆さんね、天のエルサレムはエルサレムの上に下ってくるし、イスラエルの上にね。そしてね、皆さんね、あんまり感動してないな、もう感動のない感動してないな、多分映像見てる人で感動してる人いると思いますよね。まあ別に眠たくたっていいですけどいや私はね感動するのです。何を感動するのかっていうとね、ここですよ。
I moved. 天のエルサレムですよ。私たちのふるさとは、彼らがね、信仰者が待ち望んだ都はね、でそこに皆さん行く。Our hometown is heavenly Jerusalem. そしてね、ちょっと分かってきたんで、だから、ここからスタートしろって言ったんですね。God told us to start. それは何かというと、我々のふるさと。もちろんね、天のエルサレムはまだ降りてきてはいませんし、まだまだ先の話にしろ、あの場所なのです。ね、ですからね、ちょっとね、感動してますね。で、皆さんね、ふるさと、まあ、そんなこと言ったら、気違いとかなんか言われるかもしれませんが、もうどうせ言われてると思いますが、皆さんね、私たちのふるさとの場所、で、私たちが永遠に立つ場所、そして私たちのですね、報いの場所、それでね、主の備えられた場所、これが皆さんね、天のエルサレム。そして天のエルサレムはエルサレムのところに降りてくるわけですよね。そう書いてあるわけですね。ですから皆さんね、エルサレム行くってこと、イスラエル行くってことはね、特別な場所にイスラエルがあるということです。そしてね、求めないとダメ。求めないと何も起こらない。Nothing happens. 例えば、我々は求めたわけですね。日本に個人を。And we desired. ね。そしたら皆さんね、お金がないのに。できちゃった。We didn't have money. どうして？求めたから。But we were able to そしてね、私たちは求めたのです。世界選挙を。Because we 言われましたよね、頭おかしいって。言われたんですよ。それを理由に教会に出てった人もいますよ。もっとああ足に地のついた考え方、地に足のついた考え方をしなさい、ね、そういったんですね。そんなことありえないって言った。皆さん、我々の宣教チームは全世界に行っております。全世界のいろいろな場所に個人の働きが始まっており、教会の働きが始まっているでしょ。どうして？我々が望んだからです。そしてね、願ったからです。ちょっと同じように皆さんね、どうぞ、求めていただきたいと思うんですね。そしてね、そのことによってね、いろんな祝福を見る方がね、いらっしゃいますのでね、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、ちょっと素晴らしいことが起こったんですね。何が起こったのかというと、ファミリーホームの働きが始まったんですが、2人目の子がね、来ることになりました。でこれは向こうの方が紹介してくださったんですが、その子がね、いいって言わないと来ない、ね、だから来たからといって、ね、その子がいやとかね、星野君なんていやこんなのって前代牧師夫妻なんていやとか言われたらもう終わりなんですね。でなんかいいって言ってくれたもんね。で2人入れました。感謝したいと思います。それでですね、個人の方は今少ないんですね。それは皆さんご承知だと思うんですが、そしてね、虐待された子が多いんだそうですね。まあそういう時代になってますね。で、まあそれを聞きながらね、ちょっと感じるんですね。皆さんもそうだと思いますけど、今いろんな事件とかニュースを見ながらね、心を痛めませんか？もうなんでこんなことが起こるんだろうというふうに思いますよね。でもね、幾分かでも、まあ、たった数人であったとしても、そういう場からね、このなんて言いますかね、守りの場に連れてこれたっていうことはね、本当に素晴らしい祝福だと思いますね。お感謝したいと思います。そしてね、さらに神様は、個人を送れということを言っておられるんですね。それで、どういうふうに導かれたかといいますと、今石根の石個人って NPO があるんですけど、この NPO では日本でファミリーホームを作れないですね。個人を作れないですね。定款を変える必要があるんですね。ですから定款を変えるっていう、そういうことになりました。責任長老会の方でね、全員一致して定款を変えていくっていうことになりました。
それで今回の臨時総会が8月20日にあるんですけど、そこで定款を変えます。それで委任状が行ってね、委任状を出された方がいらっしゃると思うんですが、その時点ではね、定款を変えるっていう議題がなかったんですね。それで定款を変えるっていうことになったので、委任状を出した人もね、定款を変えるっていう議題がちゃんと入ってるやつに委任状を出してもらわないといけなくなったんですね。ですから面倒くさいと思いますが、二度出しになると思いますが、そのようにね、出していただきたいと、こういうふうに思います。そして出していただけると、定款を変えたら今度は日本の個人ね、世界の個人の働きを、もちろん神様導いてくださってますけど、日本の個人を作るっていうことができるようになります。そうしますとね、全国展開で、ね、どうぞそのためにね、お祈りくださいますように言われています。さらに次の段階で神様の働きをね、全うしていきたいと、こういうふうに思います。それとともに9月12日だっけ、September 12th から14日まで、through 14th、カンボジアにチームがおります。 sent to Cambodia. で、どうぞ重荷を持たれている方はね、ぜひ行ってください。 burden, これは、どなたでも、ノンクリスチャンでもね、加われるチームです。しかしね、集会には加わっていただきます。カンボジアで政界を行いますね。それにはもちろん、で行動も一緒にしているということになりますよね。どうぞそのことを置いておいてください。それとともに、もう一回行きます。これは1月2日から2、3、4、5、5日まで January 5th. 行きます。まあ、これはお正月休みに入るので、まあ、行きやすい方は行きやすいだろうと、こういうことで、企画したわけですね。それとともに、この時はこちら側が正解がないので、動きやすいということなので、ね、ですから、そちらの方だったら行けるっていうことですね。こういうふうに思います。カンボジアの、ね、個人の方々も日本に来ることによって、ちょっと流れが次の段階に入っていきますし、また助けるということから協力するとかね、次の段階にいろいろ動いていくと、こういうふうに思うんですね。またカンボジアに行くことによっていろいろ示される方もいらっしゃると思いますので、どうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにね、先週は青森で集会を行ったんですね。で、青森で集会をやったときに、私は20年ぶりぐらいかな、さだなまさん言っちゃいけないんだ、起こしちゃうから。ね、朝もね、つい言っちゃったんです、さだなまさんね。そしたらね、顔が出てこないんですよね。どうしたのかなと思ったら、隣の人がこんな感じでね、そしたらふわっと顔が出てきたんですね。安眠を邪魔しちゃったですね。それでずっとやってなかったんですけど、最近小林君が始めたのと、インターネットのアクセスが非常に多いんですね。そして集会を行いましたら、何人もの方が来られていて、そしてその中で一人の方はね、本を3冊読んでいただいていて、で言っておられました。何て言ったのかっていうと、ご自分はね、死の循環の信仰と一緒だって。おっしゃってくださったんですね。でもう一冊って言ってたんですけど、その本がなかったんですよね。そしたらね、最近ね、多分流れが変わってきたんですよね。いろんなところでね、本って言われるんですね。そしたら昨日ね、町田で正解やったんですけど、そこの人が本って言ったらなかったんですよね。そしたら皆さんね、いろんなところに行くんですけど、結構ね、本があるところは少なくてないんですよね。地方教会なんとかしてください。多分ね、今までは外からの人がいなくて、だから本がなくても何ともなかったのが、これのところ人の動きがいろいろ動いてきて、ちょっと霊的な流れが違ってきたので、それがね、ちょっと動いてきてるなってことを感じるんですね。まあ、これも一つ
神様の働きの変化が起こってきたということを感じますね。でどうぞ皆さんね、一つ一つの変化を注意深く見ておいてください。テオドロの雲のことにね言ってるわけですよ、大雨が来るって、ね、今は、まあ、テオドロの雲かもしれませんよね。向こうの方にちらっと雲が出たところかもしれませんね。しかし皆さんね、これはね大雨の予兆です。大きなことがなかった、ね、cloud. びっくりしない、初めから、ね、神様にそのことを語っておられますよね。どうぞそれを見といていただきたいと思います。時が近づいてきてるっていうことね、そしてはね、いろんなところで感じているということをね、どうぞ覚えておいてください。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。で、私たちが神との関係を持つときに、神と私たちの関係の中で基盤となることがあります。基盤となることは何かというと神の愛です。これが基盤です。つまり、神は愛であるって書いてあるし、神が私たちを愛してくださっていることが関係の基盤なんですね。そしてね、愛してくださっているときに神の愛というのは特別なんですね。それは何かができるとか、ね、あるいは美しいとか、あるいは能力があるとか、活発だとか、そういうことではないんですね。私たちが罪のあるまま、失敗のあるまま、そのままの私たちを知って、そして受け入れて愛してくれる。もちろん私たちは罪は悔い改めないといけないですね。しかし十字架を信じて悔い改めないといけませんね。しかし神はね、その私たちの実質を知って愛してくれるって。だから、ね、このような私を神様は見捨てたなんてね、バカなこと言わない。なぜバカなことに、そんなの知ってんねん。あの詩篇の139編に出てますね。139 says, 私たちが体内に、体のところにもう全てが書かれたって書いてある。それは何かというと、皆さんね、人生の全ては皆さんが母親の体内にいる時も神様に分かってるんです。死に方も分かってるんです。だから私ね、最近言うんですね、変な心境をしないようにお願いします、もう神様分かってるんでしょうから、ね、お願いしますそしてね、皆さんのね失敗も知ってます、弱さも知ってます。そしてね、これから失敗することも我々は知らないけど知ってます。私たちの実質を知ってる、ね、ある方が言ってました、私の実質を知ったらね、人は愛してくれないだろう、知ってるんですか。God knows. はっきり知ってるんです。We may think that God doesn't love us. God wouldn't love us. 私たちの実質を知って愛してくださり、そしてね、皆さんね、その愛は変わらない。And His love never changes. He knows all about us and still loves us. その神様はね、私たちの人生を最高のものにしようとしている。God is God wants to make our life the very best.これですね、最高のものにしようとしたんですね。例えば、子供ができるとそういうのはよく分かってきますよね。If you have a son, それは何かというと、if you have a child, 最高の人生を欲しいと普通考えるでしょう、ね、そう考えない親、それじゃねじれてますよね、ねじれてますよね。 Parent wants to、 そうですよね。勉強ができなければもう一生懸命勉強できるようにしますよね。でやりながら思うじゃないですか。何を思うかっていうと、自分の時はこうじゃなかったな、ね、どっちでもよかったな。でも子供となるとそうはいかないみたいなところあるでしょう。でそれはあの神様見せてるんですよね。それは神様の思い、神様の願いを見せてるんですね。神様の思い、願いは私たちがね、最善の人生を送ることです。最高の祝福を送ることです。そしてですね、その愛が皆さんね基本なんで
And that love is the basis. 神様は皆さんを裏切ることは全くありません。God will 捨てることもありません。Will not forsake us. ただし自分の方で捨てられたとか、自分の方でもうダメだとかね、そういうのはあるんですね。ダダヨさんがね、マタイの福音書を読んだんですよね、クリスチャンになろうとしてね。そして彼は思ったんですよ。私はクリスチャンになる。完全な間違いです。He read the Bible. 完全な間違いです。だって神様は何かというと、罪人を愛してたからですね。しかも全部知ってて愛してて、もう初めから全部知ってんだから。He knows all about us from the beginning. 聖書にそう書いてある。And He loves us. そしてね、これが神の愛が基本なんですが、私たちの側では信じるということがポイントになります。But on our part, we have to have a faith, and we have to believe that God loves us. 神は決して私たちを見捨てない。私たちに最善を行う。で、私たちをそのままの姿でいいですか？罪は悔やためですよ。He accepts us just as we are. If you commit a sin, of course you have to confess そのままの姿で愛してください。皆さんね、それ信じますか？眠たくて信じられないという人もいると思うんですよね。絶対信じてないのいるから、ね、でそうなりますとね、何かというと神の実質をね、皆さんね、体験してないということになります。神が与えようとしている祝福を見ない、ね、私たち一人一人ほど、皆さん一人一人ほど愛されている人はいないのです。 Nobody is loved by you. そしてね、皆さんね、それを Nobody is loved like you yourself. 信じるのです。And we have to believe it. で、神様は愛してくださっている。それに対して私たちは信じるのです。これが神様との関係の基本です。That's the そして皆さんね、これがしっかりする relationship to God. 皆さんの人生は揺るがない。If you... いいですか？私の、時はですね、この間誰かと会ったんですね。誰と会ったんだっけ、その人言ってたんですね。あなたも段階の世代ですかとかなんか言ってたんですね。そして小学校人数多かったですねとかなんか言ってたんですね。で、あったの60人ぐらいね。皆さん小学校人数少ないでしょね。で、60人ですよ。で、受験勉強も大変だって、人数多いんだもん。I was born in the generation that has many members. そしてね、その時にね、先生が言ったんですね。When I went to elementary school, 小学校の先生がね、もうね、勉強できないと人間じゃない。Students in the 置いてきた人間じゃないと。そしてね、小学校行くと宿題出すわけですよね、いっぱいね。篠の時間の子偉いですね。もう夏休みの宿題やったのもいる。ね、もう考えられないですよね、具体的にね。そうするとね、言うわけですよ。人間でないものは椅子に座っちゃいけないと。で、後ろに行って地べたに座りなさいと、ね、床に座って、そして授業を受けなさいとか、ね、言うから、いつも人間じゃない、人間じゃないと言いながらね、みんなで地べたに行ってで、地べたにやると先生に見えないからそこでね、関係ないことをやってましたよね。しかしね、そういう意識っていうのはね、植え付けられたんですね。試験に受からないといけないと、ね、受からないと自分の人生はアウトだ、ね、そういう感じですよ。だからそういう意識を他の世代よりも強烈に植え付けられてると思いますよね。そうですよね。そしてね、成功すればいいけど失敗したらもう学ぶですよね。もう自分の人生ダメなんじゃないかって考えるでしょ。で、皆さんダメじゃないんです。全然ダメじゃないんです、ね、別に試験に成功したってね、いいわけじゃないわけですね。それは何かって、皆さんね、神との関係、これが皆さんの人生が成功したか失敗したかのポイントになります。神が愛しておられることを信じることが、実は皆さんね、成功の土台なのです。
foundation of the success of your life. そしてね、話が変な方に来たんですけど、面白いなと思ってんですね。何が面白いのかっていう言いますとね、私長所があるんですね。人より優れたところを持ってます。で、皆さんも持ってるでしょ。それと人より劣ったところも持ってるわけですね。それは皆さんも持ってるでしょ。そしてね、考えてびっくりするのは、劣ってるところで勝負してるんですよ。ね、例えば、皆さんにね言いましたけど、私すごい気が弱いんですね。人前がダメなんです。赤面症。ね。そしてね、人前で支えてなんか言いなさいって言うとね、死に滅裂なんです。話が下手ってじゃないんですね。いいですか。私が話し始めるとね、かわいそうってね、誰か辞めさせてあげられないのってね、かわいそうっていうね、そういう雰囲気が一斉に来るんです。で、私もね、もう何とも恥をかきたくないと思うからね、一生懸命するんだけど、余計ろれつが回らなくなって大変になるんですね。だから私がね、献身した時にね、牧師に言いました。私はね、人前と口がダメだから献身しますけど、技術選挙します。技術選挙って技術を身につけて、それをいろんな人たちに教えて、そのついでに選挙する、ね。牧師とか選挙するみたいな口でやるんだね。So, I cannot deliver a message. ね、ところが主が導いたのは説教者ですよ。説教者ですよね。で、おそらくね、私は日本の牧師の中で、説教をしている数では1番か2番か3番ぐらいじゃないですかね。大川先生とかね、奥山先生がいらっしゃるんですけど、こっちもいっぱいしてますからね。その時にね、あれ、ね、で、私はね、おそらく小中高校生で私の周りにいた誰よりも口を使ってる、誰よりも劣っていたのに、私はね、そこで勝負をしてる。で、その時思うんですよね。ああ、主がね、私の口を使ってる。で、その時思うんですね。私の能力がないところ、ダメなところを使うことによって、主の御心があるならば勝利が得れるってことを見せてるって。で、私はね、感じるんですよ、具体的にね。だから例えばね、私の得意なところで成功してるって、得意なところでやってるってこともあるわけですね。例えば書くとかね。あれは私は書くことを訓練してるんですが、本を読むとか。だからそれは私の得意なところなんですね。ですからそれはそうなんですが、全く違うところで来るわけですね。で、その時にね、感じるんですね。主だって。主だって。で、皆さんね、皆さんの人生においてね、神様ね、素晴らしい技を表します。ですね。そしてね、皆さんが失敗したと思っていたとしても失敗してません。ね、もうダメだと思っても全然ダメではありません。ね、It's not a failure. もう年だと思ってももう年ではありません。Even if you think that I'm too old. なんかね、結構ね、もうそろそろ引退って言ってる人がいる。ね。主の十字架は引退を認めません。80からもうてやったんでしょ。で、120まで行きましたよね。で、120で引退。で、80まだガキ。で、これからですね。ですね。これからです、ね。80。そしてね、だってすごい栄光を出したの。だってアブラハムだって。75歳で子供生まれるって言って、子供生まれたのは100歳でしょ。で、その時に人生の頂点が来たわけじゃないですか、具体的にね。で、皆さんね、ゆっくりするなんて思わない、ボケるから、ね、皆さん最後の最後までやり続けてくださいね。皆さんね、天国がね、楽な世界だなんて思わない方がいい。Continue to do ね、
あの天国でね、ゆったり寝てるなんて思ったら大変な力だと思いますよね。永遠に向かっての働きが開かれるわけでしょ。だって私の能力だって体だって、ね、全然強くなっちゃうわけでしょ。ということは向こうの方が大変だってことですよ、皆さん。具体的にね。そして、ね、皆さんのね、人生成功は、ね、神様にある。私は嘘ついてません。本当の話を言って、皆さんが神にあって住むときに、皆さんね、特別な種の祝福と恵みをね、皆さんの人生を通して見ていきます。神の栄光を見ていきます。今我々が見ているのはその一部でしょう、ね、それがね、大きな形で表されてくる。大きな形で見ていく、大きな形で実現しているのを見ていくんですね。そしてね、ポイントは神様。で、私はですね、困ったなと思ったんです。何が困ったなと思ったのかというと、教会行き始めたでしょ。そしてもう口がダメなんですね。で、口がダメだから喋りたくないわけですね。そしたら教会に行ったらね、言われたんですね、証ししてください。And I went to church and they told me, they asked me if I could give a testimony。そこで私はね、良かったことはね、逃げなかった。なんか死に滅裂になった。そしたらね、クリスチャン、ね、言うじゃないですかね。あなたの証は死に滅裂ですね、なんてあんまし言わないでしょ。よかった。とか言うわけですよ。よかった。とかね、うまく褒めてくださったんですね。そしてね、こちらが踏み出したことがね、良かったですね。そこから解放されていってね、いろんなことが始まってきました。だから逃げない、so、do not go, 引かない、don't reach, 逃げない、retreat、ね、皆さんほど愛されている人はいない。Nobody is で、皆さんね、それを信じることが神との関係なんです。神が皆さんを愛している、ね、それを受け取ることが神との関係の土台なんです。そしてね、主に従うときに、If you obey God, 神の力が、ね、神の技がある、ね、私、テレビ伝道で出たことあるんですね。1000万人の前にね、あ、ちょうどテルちゃん言いましたね。他に誰か言いましたっけ、加藤ちゃんね、いろんな本で証を書いてるんですが、大体チームで行ってるからね、必ず一緒にいたような人たちがいるんですね、そこにいるわけですね。そしてね、その時にカメラがね、こっちにあってね、でカメラがこっちにあって、ブラジルで放映されてたんですね。それからね、ボリビアかなんかにも行ってたね。そしてね、こう話し始めたんですね。で、話し始めるときにね、蝶のように飛び、蜂のように刺しっていうね、そんな感じ、こうやりながらこっちの方のカメラに向かってガーってやってね、で次にこっちの方にやってガーってやってね、そして真ん中のカメラに向かってタッとやってね、いやーってやってで思いましたね、なんでこんなに自由なんだろうと思いましたね。で、私はね、小中学生の時にね、後年こういう風なことがあるなんてね、言われたら、My name is a small elementary school or high school student. If somebody told me that you would be speak like this in your future,I wouldn't have believed. 皆さんの中でね、将来暗く感じる人どのぐらいいます？How many of you feel that your future is まあ、手を挙げたらなんか嫌なこと言うから。で、皆さんね、神がいないならそうかもしれませんよ。If there is no God, 神がいないなら、ね。皆さんね、神がいるんでしょ。But there is God. ね、皆さんね、神が助けてください。God is going to help you. 神が力を与えてください。God is going to give you power. 神が技を成してください。God is going to do His work. 分かるんですよね。皆さんね、これから分かる。You are going to see it. で、不信仰にならないでください。Don't be... ね、言いますよ。なんていうのか、あだ名つけるからね、不信仰ちゃん。不信仰こちゃんこちゃんね、昔ね、あだ名つけられた子がいるんですね、不信仰ちゃんってね。
ね、長藤君否定じゃんかそうそう否定ばっかつこういうことが起こります、ね、神様はこういうことをしますって言うとねそんなこと起こりませんよく考えてくださいとなんか、ね、こうなりますって言うとねそんなことは起こりません、うん、あの人はね顔と違ってね結構頭いいMr. Nagato used to be cold. だから現実的な可能性を言うわけですね。言うわけでしょ。でも皆さんね、神がいろんなことをなさってくださったんですね。そしたらね、ナハトが変わっちゃったね。そしてね、私もね、人生最大のミスを犯したんですね。それは何かっていうと、白馬のキャンプに行くときにね、ナハト牧師が私のところに来て、ニコニコ笑ってね。神様が最高のことをしてくださいましたってね素晴らしい技を成してくださいましたっていうからね嬉しくなって何やったのって言ったらですね、DVD が作れなくなりましたこう言ったんですよね機材がなくなってダメになりました本当に感謝しますねこの野郎なんて言えないじゃないですかそうとかなんか言ってねもうがっかりしたのとともにもう一つ一本取られたなと思いましたね、それとともに信仰が変わってきた時に彼の人生が大きく変化した when his faith changed, his life changed. 不信仰とね中に沈むっていうのはね やりやすいことしかしね、そんな仲いいではなりません。私はね、小さい頃ね、秘密のね、基地があったんです。それね、入れてやんない他の人、一部の人が入れてやんない。それはどこなのかっていうとね、ドブ。あと体がちっちゃいからね、ドブに潜っていくんですかってね。そしてね、こう汚い水が流れてるわけですね。行くとね、上人が通っていくとね、砂が落ちたりなんかする。それ何人か集まりながらね、秘密の基地だって言ってるんですね。他のやつは入れてやんないって。まあ、絶対あんなところ入りたくないところですよね。で、我々はね、そこにいたんですね。で汚いところで、ね、ネズミもいるし、虫もいるし、汚かった。でもね、私たちはね、そこで安息してた。どうぞ皆さんね、不信仰の中に安息しないように、ね、どうぞ皆さん失望の中に安息しないようにで悲しみの中に安息しないように、ね、苦しみの中に安息しないように心配の中に安息しないように、ね、それで皆さんね神のところに行くんです。で神は何をなそうとしているかって皆さんね私たちの人生を最高にしようとしています、ね、そして皆さん、ね、それを知っていで神が愛してくださっていることをそして神の愛の内容をこれが基盤でありそれを信じることがこの私たちと神との関係であるということをね覚えていただきたいと思います。お祈りします。ただ様お一人お一人のうちに豊かに働きサインご栄光と御業を表してください。何か握っている不信仰な思いっていうのを持っている人がいます。これをちゃんと捨てて悔い改めて主に従っていくよ。イエスは語っています。従っていく中で試しがありますが従い続けるときに神の技が起こり始めるのただそのどうぞ豊かに導きサインご用ことみなぞを表してください。かつて神の技を見ていたんですがこのところずっと見てない方がいらっしゃいます。この信仰の対応からちょっと実際的な事柄に落ちてます。これを切り替える必要があります。天の様どうぞ豊かに導きサインご用ことみなぞを表してくださいますようにお願いします。生きしがいのことで非常に悩んでいる方がいらっしゃいますが感謝していきなさい。そして主に委ねていきなさい。後になって全てが益となるのを見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時をしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様あなたがお一人の体と精神に触れ癒しを与え解放を与えてください。イエスキリストの御名によってお一人の体と精神に触れ癒しを与え解放を与えてください。
イエスキリストの宮に通してほしい。神様、癒されよ。Disease in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. 癒されよ。Be healed. 癒されよ。Be healed. 癒されよ。Be healed. 頭痛があった方がいらっしゃいます。Somebody's headache has been healed. 左の方の目がちょっと悪い方。Somebody's left eye has been healed. こっちがちょっと悪い方。Somebody's lower back has been healed. イエスキリストの宮に通してほしい。In the name of Jesus. 感謝します。イエスの名前によって祈ります。アメン。